ナイジェル・ゴッドリッチは、イギリス出身のプロデューサー、エンジニア、アトムス・フォー・ピースのメンバー。1990年代前半まで、ライドやビッグ・カントリーなどのアーティストのエンジニアとして、活動していたが、レディオヘッドのアルバム、ザ・ベンズにおいて、名プロデューサー・ジョン・レッキーのアシスタントとして、メジャーの本格的なレコーディングに初参加。 その後、アルバム、OK コンピューターを、レディオヘッドのメンバーと共にプロデュースして成功させ、長い世に広まる。現在では、ポピュラー音楽界の世界的な重鎮プロデューサーとして、イギリス、アメリカを問わず、様々なアーティストのプロデュースを手掛ける。また、自身が率いるバンド、ウルトライスタのメンバーとしても活動する。オルタナティブロック系アーティストを担当することが多い。 レコーディングでは、鮮明に音像を記録する独自のノウハウを持ち、特に独特のクリアなドラムサウンドを好む反面、ビート感の強いドラムサウンドは好まず、そのような音楽のアーティストを担当することは、ほとんどない。また、管理的なスケジュールでレコーディングをさせることでも有名。アーティストとは、真正面から腹を割って、作業をするべきだという理念を持っており、発言は、 非常にストレート。ポール・マッカートニーは、ソロのプロデュースを依頼した際、初めて会って話した時、僕のデモを批判することしかできない、このガキを、今すぐスタジオから叩き出してやろうかと思ったという、コメントを残している。彼と相性が合わずにレコーディングが頓挫した例も多数、存在する。自らの躍進の契機となった、レディオヘッドに対しては特に熱を上げており、 OK コンピューター以降すべてのオリジナルアルバムや、トム・ヨークのソロアルバムを担当。ライブで6人目の人手が必要な際には楽器を演奏することもあり、しばしば6番目のメンバーとも称される。プロデュース、エンジニア、ミキシング等を担当。ありがとうございます。